おい、何もないじゃないか。あ、そう、うん、おかしいな。あ、今度はあっちに宇宙人。え、やっぱり何もないじゃないか。うん、おかしいな、見間違いかな。あ、今度こそあそこ。え、やっぱりお前ってやつは。えへへ、バレた。バレたじゃない、食い意地の張った野心坊ジェリーが。なんですって。下手いんだったら自分で作れよ。お前、喧嘩になっちゃったもん。マイキーさんも運命の人ではないと。マイキーのお弁当半分以上食べてやったもんね。はあ、ジェビーさんの運命の人はどこにいらっしゃるのでしょう。ああ、もうこらん。だから私はね、そんなの全然興味ないの、必要ないの。だからもういいの。そうですか、そこまでおっしゃるのなら仕方ないですわね。え、分かってくれる。残念ですが、いくら恋愛運が良くてもご本人にその気がないのでしたら意味がありませんものね。そうそう、そういうこと。よかった、これでようやく。おい、チェビー。あ、ブラッキーじゃん。よかった、お前をずっと探してたんだ。え俺と一緒に来てくれ、お前が必要なんだ。はっ、来ました、来ましたでございます。今の言葉、俺と一緒に来てくれ、お前が必要なんだ、運命の人でございます。ブラッキーが、信じられないもん。早く来てくれ。え、あのちょっと、私たちも行くでございますわよ。でもブラッキーなんて意外だもん。何をおっしゃいますの、ジェビーさんにはあれくらい強引な方がちょうどいいですわ。こいつバケツにお尻がはまって抜けなくなっちまってさ。ジェビー、お前この間同じことやってたろ。どうやって取ったんだ、頼む、教えてくれ。こんな間抜けな経験があるのはお前しかいないんだ。そういうこと。なんだ、やっぱりブラッキーも運命の人じゃなさそうだもん。ねえコロン、期待させておいて。取れてる。あいつ意外とすごいのな。意外とすごいでしょ。コロン、今日の転がり運最高だし。ああ、ジェビーさんの運命の人、まだ間に合いますわ。出てきて、出てきて、出てきてくださいませ。ワン、ツー、スリー、フォー、手と手を合わせ。ワン、ツー、スリー、フォー、歩いていく。ワン、ツー、スリー、フォー、いつまでも。ワン、ツー、スリー、フォー。
緑と青のラブリー一緒にいると心水色に染まるのはレインボー 1,2,3,4 We are candy girls 輝く光二人で掴もうよ Cause I'm a candy キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブレズ。今日何して遊ぶ？公園でお昼寝。お昼寝以外で。お昼寝気持ちいいのに。それでは珍しいお花を探しに行くというのはいかがでございますか？賛成今のは確かプラム味のロフさんでございますわね。うん、とっても恥ずかしがり屋さんの子だもん。そういえばあの子の顔って今まで一度も見たことなくない？確かに僕もないもん。どんな顔してんのかな。実はあれですんごく怖い顔してるとか。いえいえ、ああいう奥ゆかしい方こそ実は絶世の美少女だったりするのでございますわ。のっぺらぼうだったらどうしよう。気になる。予定変更。ロフの正体を見にレッツゴー。いたいた、ロフ。また行っちゃったもん。本当に恥ずかしがり屋さんですわね。こうなったらやっほー、あのさ、うちらと一緒に遊ぼう。ぜひご一緒したいですわ。ロフ、遊ぶもん。ねえねえ、鬼ごっこしよう。賛成だもん。では、鬼さんを決めるじゃんけんをするでございます。じゃんけんぽん。ロフが鬼だもん。ふん、鬼ごっこのプロ、チェビーちゃんを捕まえてごらんなさい。お、ちょっとロフ、どうしたの？早く追いかけてきてよ。ロフってば。お、鬼が逃げてどうすんだっつーの。待て、これでは鬼ごっこにならないでございますわね。やっと捕まえた。あんたなかなかやるじゃん。チェビーさん、ミルクをどうぞ。ありがとう。コロンのミルクは相変わらず美味しいな。あ、そうだ、ロフ、あんたも飲む？そうですわね、ぜひお飲みになってくださいませ。はい。ミルクを飲むときにロフの顔が見られるぞ。もう少し、もう少し。いよいよだ。なになに？クマンパが UFO にさらわれてるだって？どこ？あの方のことですから、何か失礼なことをして怒らせたに違いございませんわ。クマンパが誘拐されちゃうもん。そんなこと嫌でございます。本当にするわけじゃなくてフリするだけだよ。ロフの顔を見るためだもん。決まり。じゃあ行くよ。ちょっとコロン、やめてってば。その変顔超面白い。
ですけど。コロンがそんな変顔するなんておかしいもん。やめてよ。おかしいってば。ほら、こっち見てる。耳が出てるよ。いいぞいいぞ。コロンの変顔ならみんな見たいに決まってるもん。私は変顔などしていませんわ。しー、いいからもうちょっと続けるの。お腹がよじれるもん。なんぞお困りですかな、マイシ。ロフがなかなか顔を見せてくれないんだよね。ロフの顔ぞな。うん、だってどんな顔してんのかすっごい興味あるし。ロフさんのお顔を拝見できる良い方法はございませんか？君の姿に興味津々ぞな、マイシ。お願い、クマンパー。えへん、ピッキン浮かびました。お答えは？チェビーは昨日の晩御飯何食べた？何時頃寝た？ハピタットの屋根の色何色じゃな？何急に。コロンのミルクはどこで取れたじゃな？ストローはどこで買ってるの？ねえねえ教えてくれじゃな。そんな風に聞かれるとなんだか答えたくなくなりますわ。ファンキーってまだおねしょするぞな、マイシ。お昼寝は一日どのくらいしてるぞな。別にどうでもいいもん。だって知りたい知りたい。みんなは丸くなるとき耳から閉じるタイプ、それとも足から？ねえねえ押せて押せて。うるさーい、はかせ。知りたいぞな。真実はいつも一つ。嫌なクマッパさんでしたわね。人のことをあれこれしつこく聞いて。もしかして僕たちもロフに対してあんな感じだったもん。ロフの顔が見たいばっかりにしつこく遊びに誘ったり無理やりくすぐったりして、ロフ嫌な思いをしちゃったかもしれないもん。そうですわね。素直にお友達になってくださいって言えばよかったのかもしれません。悪いことしたな。ロフ！待って！ごめんなさい！お願いロフ、ちょっとだけ話を聞いて！そのままでいいからさ。今日はいろいろしつこくしてごめんね。くすぐってごめんだもん。ロフさんに嫌なことばかりしてしまいました。ごめんなさい。私たちロフさんとお友達になりたかっただけなんです。それなのにロフさんを困らせてばっかりでごめんなさい。
うちらもうしつこくしないからさ、ロフが友達になりたいって思ってくれた時は喜んで友達になるからね。それだけ。じゃあね。待って。私こそごめんなさい。私恥ずかしがり屋だから上手にお話ししたり遊んだりできなくて、でも今日みんなが声をかけてくれて とっても嬉しかった。まあ、こんな私でもよかったらお友達になってくれる？もちろんですわ。よろしくお願いします。よかった。おチェビー、クロン、パンキー、よろしくね。ロフ、すっごく可愛いもん。とってもエレガントですわ。つうかさ、うちらよりずいぶん派手じゃない？そんな、恥ずかしい。ロフ、もう恥ずかしがらなくてもいいじゃん。ごめん、もう派手なんて言わないからさ。チビ、一言多いんだもん。せっかくお顔を見せてくださったというのに。出てきてよ、ロフ。うちらもう友達じゃんか。キャンディから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。ダリルーレロン、ロンちゃんの新作スイーツ、ライチドーナツよ。はい、どうぞ。ありがとう。ロンさんの新作スイーツですって。ライチドーナツ美味しそうだもん。待ってよ、パンキー。パンキー、はい、どうぞ。ありがとう。うわ、美味しそうだもん。そうだ、パンキーには料理の試食をしてもらってお世話になってるから、もう一つ。本当？やったー。美味しい。よかった、並んだかいあったよ。もうないの？ちょうど今なくなっちゃった。ずっと並んでたのに。ラズベリーチーズ味のクーペだ。かわいそうでございます。いや、これは分かってるもん。一つクーペにあげるもん。ああ、さすがパンキー。おーい、クーペー。ん？パンキー、うわ、ちょっと、パンキー。うわ、大変だ。クーペ大丈夫？超大丈夫。あんた相変わらずついてないね。クーペさんの運の悪さはズーブルズ1と言われていますものね。でもそれに負けず、いつも明るく振る舞ってるクーペさんは本当に立派でございます。やだな、コロン、大げさだよ。パンキー、これあげる。これロンのドーナツじゃない。いいの？いいのいいの。ありがとう。私今日ついてるかも。いただきまーす。ごめんクーペ。超大丈夫。おかげで次に食べる楽しみができたよ。クーペったらついてないのに明るすぎるもん。あ、そうだわ、クーペさん。ソーダ味のリールさんに運勢を占ってもらってはどうでしょう？リールの占いか。何かいいアドバイスしてくれるかも。ってうわ、なんでリール、ものすごい不吉なものが近づいてくる。おい、リール。その子は何者で、リール？背後にただならぬ暗黒と、それ以上に大きな何かが渦巻いているのが見える。